石狩沼田駅は、北海道雨流郡沼田町北一条三丁目にある、北海道旅客鉄道ルモイ本線の駅。電報略号はまた、かつては、殺傷線の終点駅でもあった、すべての普通列車が停車する、1977年頃の石狩沼田駅周辺。殺傷線はすでに廃止されているが、二面三線の、ホームや貨物用側線等が確認できる。 短式ホーム一面一線を有する地上駅。1994年11月までは短式ホーム、島式ホーム複合型二面三線を有する列車交換可能な交換駅であった。互いのホームは東側に古戦橋が設置されていた期間を除いて西側を結んだ構内踏切で連絡していた。佐世小線が接続する前の昭和初期までは 島式ホームの駅裏側三番線は、側線扱い、その他に、駅舎横る萌え側の貨物ホームへ二本の引っ込め線、駅裏側には一本の留置線とそれから、深川側に分岐する側線を有していた。殺傷線が接続し、不要不急線として、一旦廃止されるまでは、駅舎前の単式ホーム一番線が、殺傷線発着、島式ホーム二番線及び三番線が、 ルモイ線に設定されていた。その他に、駅舎横ルモイ側の貨物ホームへ3本の引っ込め線、駅裏側には3本の留置線、または木回し用の側線とそれから、深川側に分岐する側線を有し、また、転車台を備えていた。交換設備運用廃止後は1番線以外の線路は、すべて撤去されたが、島式ホームは、駅名標及び案内板とともに残存しており、 花壇として利用されている。深川駅管理の簡易委託駅。窓口では常備乗車券のほか、エスキップ常備券を発売している。出札補充券、料金補充券もあるが、北海道内完結のものに限られる。沼田町の中心駅。町の機能が揃う。沼田駅前停留所より、空地中央バスと沼田町 A バスが運行。殺傷線1972年廃止区間の、 大体で JR 北海道バス石狩線を呼び北海道中央バス路線であった沼田町 A バス北流線はデマンドバス化を経て2018年6月1日路線廃止路線詳細は空地中央バスは事業者記事を沼田町 A バスは沼田町バスを参照北海道旅客鉄道ルモヤ本線折り 4921D 深川駅石狩沼田駅 峠下駅上記以外の列車チップ別駅北、チップ別駅石狩沼田駅新沼駅、海老島駅一部の列車は、北チップ別駅を通過する。さらにそのうち一部は、新沼駅も通過する。日本国有鉄道札沼線号が、山駅石狩沼田駅。ありがとうございます。